こんにちは。こんにちは。はい、坂部高松です。はい、土曜レギュラーの高橋です。よろしくお願いします。ドン鬼退陣ですよ。でかいですね。でかい。戦隊ロボ史上最大級、全高36センチ約。すごいですね。今までのその例えば戦隊のロボットって大体これを例えば基準にしたらどれぐらいになるんですか。こんなんじゃないですか。こんなここまで。確かあの激闘者がこの間まで横に置いてあったんですけど、はいはい、こんなんですね。あら、うん、でかいですよ。 でかい。もうだってなんか足からしてでかくないですか。ここの部分でかいですね。この箱もでかい。そうなんですよね。わ、うん、かりますこのサイズ感。多分これですよ。そうです。もうこれおもちゃ屋さんで見たらもう買うしかないですよね。間違いないです。このサイズ感多分あの道具、この動画ではちょっと分かりづらいかもしれないですけど、もしかしたらこれとかで。ああなるほどなるほど。この例えばギターのこれをこうやると、そうですね、でかいですね。こんな感じですね。このギターのボディとほぼ同じぐらいの高さを、うん、そうですね。あの迷った方はね、一回家にギターがあったらギターと比べてみる。ギターと比べて、あ、これぐらいなんだ箱が、ね、そして鬼退陣のサイズがちょっとこうギターと例えるとこんなサイズですね。そうですね。ちょっと一回下にこう置くと、はいはい、ほぼ一緒じゃないですか。この突き出てる部分と足してみるとほぼ一緒ですよ。わかりますかこのサイズ感。すごいですね。でかいですね。で何がすごいってこのギミックかというか動きがですね。あ、はい、これ今日手がもはやガンプラに近くないですか。そうですね、そうですね。あのフォルムがこんなフォルムなかったですからね。そうですよね。うん、この可動域というか足も曲がるし、うん、こういうところもちょっとこれ危ないかもしれない。うん、このこういうことですよ。おお、カチカチってすごい。顔かっこいいですよね。かっこいいですね。なんか戦国武将みたいな感じの。そう、さっき高松さんと話したんですけど、本当はこれ今座らせたかったんですもんね。そうですね。それができなかった。そうなんですよ。ここのパーツがあるんで、はい、これ以上前に行かないんですよ。ああ、なるほど。そこのね、もうちょっとここが前に行けばね、あの座ってるポーズができるんです、ね。座ってるパーツこれですね。うん、その印象強いですもんね。あれはできますよ。あのとどめさせた。ああ、こうクロスさせる感じで。ああ、そんな感じですよね。そう。これが、まあ、合体5の状態じゃないですか。そうです。ちょっとそれぞれにしてみますか。あ、バラバラに。はいはいはい。よいしょ。ロボ太郎どうした。この戦隊ロボットで、はい、激闘者がすごい好きだったんですよ。あ、はいはい。なんかちょっとこの辺のフォルムとか似てるっていうか、作りがこのちょっと丸みを帯びててみたいな、激レンジャーのやつってとちょっと似てるなっていう印象ですね。この辺とか激闘者でしたっけ。激闘者確か足があれじゃないですか。激ブルーと激ブラックのやつで、はいはい、激イエローですね。激イエロー激ブルーと激イエローのロボットちゃん、はいはい、でここの足からこの上がもう激レッドの、そうですね、トラですもんね。はい、その変形的にはそんなにあれなんですよ、うん、複雑なことしてないっていうか、だからこそなんかしっかりしてるっていうか、 あんまりパーツがぐしゃぐしゃしない、シンプルな感じですね。うん、言い抜く。ロボットで一番好きなのは激闘者になりますよ。今まではそうでしたね。おもちゃっていうか、僕あれが好きでしたね。タイムレンジャーのロボットが、はいはいはい、わかります。タイムロボアルファベータみたいな。あ、そうです。あの3つ変形できるのが面白いなと思って、はいはい、アルファベータガンマで、うんうん、アルファが剣使う方で、ベータが鉄砲でバキューンで、ガンマが飛行機が全部合体してビヨーンっていうってやつで、でアルファのその剣でとどめを刺す時の最後のカウントダウンが好きだったんですよね。覚えてます？バシャーンって切ってからプレスブリザードですね。あ、そうです。ドゥンドゥンドゥンボーンってやってアッシュクレートして逮捕っていう感じの、あれがなんか好きだったんですよ。あともう一個好きなのが
結構この限定っていうかあれなんですけども、ガオナイトなんですよ。わかります？ガオナイト？ガオナイトってガオレンジャーの映画版だけで出てるんですよね。火の山吠えるやつですね。あ、そうです。あれでナイトガオコングってのがいて、はいはいはい、本当はガオ祭りになるやつですね。ガオコングって、いや、ガオマッスルはガオゴリラです。あ、はあはあ、ゴリラじゃなくてコング。そうです。はあはあ、映画版だけでガオコングっていうのがいて、はいはい、赤いゴリラが、はいはい、いるんですけど、そいつとみんなが合体するとガオナイトっていうのができるんですよ。これ映画見ていただければ分かりますんで、また画像貼り付けておきます、ね、ありがとうございます。そう、あれが、はい、ガオナイト合体しましたってその後になんかこう決めポーズシャ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 ってやった後がなんかかっこいいこいつと思いながら、使い方を把握してない。あ、今カチッて言ったんじゃないですか。あ、違います。結構ロボ太郎がこの単体のこれが結構僕好きで、なんですか、居合抜きみたいなやつやるじゃないですか、はいはいはい、劇中で。あの時に背中のなんかのボーって出るやつがあってから、ーブースターみたいな、ブースターです。ブースターが出てからのこうドーンっていくあれがなんか好きなんですよ、ね、あ、こうだ、あ、できました、こうですね。なんかだんだんとドンブラザーズも面白くなりましたね。そうですね、すごく。先週が犬くんのやつですね。そうです。犬のなんか犬がほぼ出てるっていう。で、桃井太郎とか他の人たちがほぼ後半でしか出てこないっていう。そうです、肩に乗って、そうです。私たちは神輿じゃないっていうから。この前のお話の翼でしたっけ、翼が悪魔の格好してるのがすごい笑えたんですよね。あれ必要あったのか。一応なんかその設定上はなんか恋人に振られた男の人がいて、原因が怪人が出てた時に見捨ててしまったから振られそうになったっていう、はいはい、じゃあ俺が怪人の影響あって襲うからお前助けろって言って、で一応悪魔の格好をしてさあ出発しようと思ったら、桃井次郎が出てきてお前悪いやつだなって言ってコテンパンにされるっていう、踏んだり蹴ったりな。桃谷ですね。あ、桃谷次郎だ。たまにごっちゃになるんですよね。何に近くですかそれ。立ちましたね。それじゃないじゃないですか多分。これなんかどっかにつくはずですか。それがブースターのとこですか。私そこにしときましょうか、うん、はいはいはい、いいですね、この猿、キジ、犬、鬼、桃太郎。この単体でも結構ね、大きいですよね。うん、大きいですね。こういうのもね、犬くんが大きいですよね。ですよね、サイズ感的に。いまだに皆さん犬の正体を知らないっていうのはちょっと面白いですけど、ね、まだ全然一人だけ合流してない。一人だけなんでまだ合流してないのかなと。